よう、ゆい。あ、パパ。今、ワン吉のお散歩中なんです。ワン吉も元気そうだな。そういえばですね、ワン吉について新事実が判明したんです。ん？クエストの情報か何かか？実はワン吉はメスなんです。メス？性別の話だよな。はい、だからおしとやかにしないとダメですよ、ワン吉。メスと判明してもワン吉って名前はそのままなんだな。せっかくですから一緒にお散歩しませんか？ああ、そうだな、ま、みんなで仲良くお散歩です。おっと、メッセージだ。ちょっと待ってくれな。アルゴからだ。犬コロのクエストが進行した。次は首輪を与えるのが目的のようだ。首輪？そんなアイテムあったかな。アルゴに聞き返してみようか。首輪とは、とは。ネックレス装備とかでしょうか。でも犬の首輪とはかなり違いますよね。首輪っていうとベルトみたいなイメージだしな。あ、もう返答が来た。ブレスレット装備を与えれば首輪になるようだ。なるほど、ブレスレット装備か。じゃあユイ、散歩のついでにワン吉の首輪を買いに行こうか。本当ですか？よかったですね、ワン吉。よし、それじゃあショップに行ってみよう。はい。どれがいいか迷ってしまいますね。自分が装備するっていうなら選択肢は絞れるんだけどな。でもこんなにユイが悩んでくれているんだ。だからきっとワン吉は喜んでくれるよ。じゃあ一生懸命選びますね。これはちょっと飾りが多すぎですし、こっちのは色が。となるとこれとこれが。本当にワン吉のことが好きなんだな。決めました、このブレスレットにします。お、いいじゃないか。変に装飾もないし、ワン吉に似合いそうだ。ワン吉につけた時のことをイメージして選びました。よし、じゃあこれを買おう。ワン吉につけてあげてくれ。はい。慌てないでください、ワン吉。ブレスレットをワン吉に向けて。ブレスレットのデザインは残しつつ首輪に変わるのか。うん、似合う似合う。ワン吉も気に入ってくれたみたいです。よかったですね、ワン吉。犬と戯れる娘を見ているというのはすごく和むな。顔がにやけてるぞ、キーボー。うわっ！よう、幼女を見つめてうすら笑いを浮かべるプレイヤーさん。誤解を受けそうな言い方するなよ。早速首輪をつけたみたいだな。なあ、さっきユイが選んで買ったんだ。ユイちゃんにだけじゃなく、
たまにはあーちゃんにもアクセサリーの一つくらい買ってあげなきゃダメだぞ。ちなみにあーちゃんがどんなものを欲しがっているか知りたいのであればいつでも声をかけてくれ。安くしといてくれるか。わかってないな。そこはケチっちゃダメなところだ。足元を見るっていうのはこういうことか。ああ、こっちに向かってきた。待ってください、ワン吉。アルゴさん、こんにちは。挨拶よりも先に犬っころを捕まえといてくれ。困っていますよ、お座り。おお、ちゃんと言うことを聞いた。いろんなことを教えているところなんです。お手もできますよ。だってさ、やってみたらどうだ、アルゴ。無理無理無理。ワン吉はアルゴさんが来てくれて嬉しいみたいですね。こっちにしてみると迷惑な歓迎だけどな。それよりゆいちゃんに渡すものがあるんだ。食材アイテム。犬っころの餌だよ。まだ育成は続いているからな。ありがとうございます。早速ワン吉におやつをあげますね。ワン吉もちゃんとアルゴさんにお礼を言ってください。だから本気で礼には及ばないって。情報屋の活動もあって忙しいだろうに、食材アイテム集めもこなしているんだな。まあ早くクエストを進めたいからな。やっぱアルゴは優しいな。褒めてもあーちゃんの情報はただにならないからな。わかってるって。はい、おやつですよ、ワン吉。いっぱい食べて大きくなってくださいね。大きくか。確かに育成を続ければ成長する可能性があるよな。大きくなったら背中に乗せてもらうんです。背中に乗せてもらうってそんなに大きくなるかな。なられたら大変だ。さあワン吉、食べたら運動ですよ。